2007年撮影シクスとロドリンゲスは、米国ミシガン州デトロイト在住のミュージシャン。米国でのミュージシャンとしての商業活動は短命なもので、1970年代前半に2枚のレコードアルバムを出したがわずかな数しか売れず、2回のオーストラリアでの海外公演をしただけで終わった。しかし、ロドリゲスのアルバム、コールドファクトは、その後南アフリカ共和国で、 カセットテープにラビングされて広まったことから、海賊版のレコードは50万枚売れ、収録曲のシュガーマンは反アパルトヘイトを象徴する歌として熱狂的な支持を集めた。引退してから何年もの歳月が経っていたこともあり、南アフリカ国内ではロドリゲスは自殺したという噂が広く信じられていたが、1990年代に南アフリカのファンたちがインターネットを活用して、 ロドリゲスを探し出し、デトロイトで肉体労働者として働きながら、家族を養っていたロドリゲスは30年以上の時を経て、ミュージシャンとして脚光を浴びた。ロドリゲスを探し出す過程を記録したドキュメンタリー映画、シュガーマン奇跡に愛された男は2012年に、アカデミー賞のアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。ありがとうございます。